コランダ TV。 アイアムコランダオールズジェネレーション。どうもコランティングの中田と小島です。アオリンゴです。破壊ポケモンということでね、まあ、今回はね、結構前に出して反響があったというか、むしろもう一番の再生回数が起こった、批評があったというか、そう、10万再生というコランダ TV にはちょっと現実だと受け止めきれないほどの再生数を、まあ、アンチがめちゃくちゃあったんですけど、ポケモン道路についての考察等をやっていきたいと思います。はい、ということで、まあ、一番驚いたのは何といってもあれですよね。はい、コランダ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 ゴリランダゴリランダ、ね、結構これ僕たちのね、考えてた中では何でしたっけ、ゴラミング、そう、ゴラミングに近いっていう。僕はもうなんか動きの速い猿系だと思ったんですけど、完全パワー重視でした。はい、これですね。多分なんですけど。どうですか。僕です。ヤバンジ。え、見てないですか。うん、これもう草ダイブ僕優勝じゃないですか。優勝ですね、さすがにこれは。あとはマンドンキーが近いですけど、もう近いそのレベルの差がありすぎて。まあ、名前がね、あとこっちちょっと近いです。うん、ブルドラムもまあまあ、これ一番似てると思う。うん、これはペヤングさん。うん、なるほどね。予想通りゴリラになったって感じだよね。ゴリランダ名前すごいっすね。そうっすね、コランダへん。これ多分僕たちの考えてた、まあ、ゴラミングとか結構いい線ついてるんですけど、これゲームフリークさんが見て、この動画を見てやっべ使われてるってなって、他の名前にしようとしたんやけど、このコランダー TV のコランダーっていうのを引きずっちゃってゴリアンダーになっちゃった。僕考えてるんですよ。それっすね。今回多分これが一番いい線いったやつですね、うん、ということで次は火、火ゾーンはですね、火ゾーンは何とも言えないですよね。どうすか、オリノさん。まず花火さんないですか。花火さん、魔北市ってさっきバニホットはどうさ。でもこれちょっと似とるよね。バニホット顔だけ。たまる。尻尾っすからこれ。あ、尻尾だな。顔だけ。顔だけがちょっと似てる。うん。リバノガニ。これはちょっとね、モチーフ違ったね。うん。なんかどうなっとるのかよくわからん。誰か書いたなこれ。ペアもこうやって組んどる。首の手で首のやつがこうマフラーみたいなやつがこう。うん、まあこれもちょっと。このここら辺のパーツあったよね確か。おでこパーツ。そこら辺はちょっと線、いい線ちょっと面白い。違うね。これはもう本当にベタのベタすぎてないかったって感じ。てかエースバーンってあれよね、斜め上を行ったよね、進化系。うん、もうこれ誰が優勝やっけ、ラビレックスにする。もう色味はこれあったよね。どれだと思う。これバニホットですか。バニホット顔が一番似とる、普通に。うん、じゃあまた僕いいっすか。おお、やった。ポケモン力高いっすね、ポジョン。でもなんか、はい、最初めちゃくちゃ批判されてましたけど、まだこっちの方がいいっていう意見が多かったんですけど。いやもう結局アンチ、なんか別に悪口言うわけじゃないけど、やっぱりあれっすよ、その、ね、大衆の好きなものとかも変わってくるんで、現在だともう昔みたいな動物よりもちょっとデフォルメ効いてる可愛い系が好きなんで、可愛い系が流行ってるんで、今妖怪ウォッチとかそっち系が来てるんで、やっぱポケモンもね流れに乗って変わってるだけであって、多分文句言ってるのは昔からやってる昔がいいってやつなんで。そういう人マジ多いよね。うん、多分もうこれ昔が良かったっていうセリフあの時かん。うん、1年すればそれ言っても何も変わらないのにさ。しかもそれを果たして今やって売れるかってなったらまたね。そうなんやって、多分もうプロがやっとるでこれがベストやと僕は。そう、僕はいろんなことに関して昔のことずるずる、昔が好きって言っとる人に関して昔のことずる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 やってって、今です、今その昔のままで売れるかどうかって話じゃない。そう、絶対に違うし時代遅れになるだけだし。深いね今日。うん、いやでも本当にエグザイルがすごい言われるね、それ昔が良かったって。あ、そんな昔のまま今の時代来たらそんな時代に取り残されて去るだけやんね。もう歌演歌だけになっちゃうのよその人。まあね、ちょっとよく分からなかったけど、まあそういうね、分かったかお前らってことっす。
ボコボコに叩かれるよ。いや大丈夫、多分この考察の方はあんま見られんで。まあ次いきますか。はい、次は水ですね。水はちょっと似てないこれ。うん、でもねポイント的にはこれにとりもね、このエレアマーク。まず二足歩行っていうのがね、二足歩行ポイントがね、ちょっとスマートだった。僕のドラインドルはもうダメとして全部ダメじゃない。いやこれさ、マジでさガッツリ外れてないんだよ。ミジマルのさ流れで来ると思って、うん、最後全然違うやんって感じで。長田のは結構一番いいって言われたんだけど、しかも色が反転するとかありそうな、こうメインカラーが反転するってありそうだったんやけど、見事に外れた。アナアナもこれダメっすよね、うん。ゴミ層はもうこれ誰が書いたの？これも僕です。これだけはめちゃくちゃ外れました。これちょっとふざけた。いや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 、オンサンシェゴになると思ってんの。普通には、うん、あれはドラゴンのね、これはミスドロス。誰書いたの？これモデルです。雨の村雲かっこいい。え、タイプって何言った？あれ単体やつ。あ、そうね、今回全部単体やった。全部単体、うん、普通に多分水単体いないもんね。エレアマクかミスドロスですね。どっちは、僕は掛け合わせればって感じかな。僕はエレアマクか。これの前誰が書いた？これの前何？あのな誰が書いたこれ？あ、これは俺やけど、あのこの前のデザインは美化、美化してある。あ、やっぱりこんな綺麗なわけないわなと思ったの。多分もう多数決的にエレアマクで、まあ、見た目はね、うん、このなんかマントみたいな、うん、あ感じがね。まあ、二足歩行ポイントは高いわ。でもあそこまでスタイリッシュになるとは誰も、うん、誰も思ってないと思う。種族値微妙。めちゃめちゃやばくない？微妙ってか他の種族値見てみよう。他がねえよね。ここでポイントを稼ごうとペヤングがあの種族値っていう分野を入れたんやけど、あのこれも見事に外れてめっちゃ微妙なんだよ、うん、使いたくなるこの、うん、このインテリア早くもないし大して攻撃力があるわけでもないし、そんなめちゃくちゃ耐久高いわけでもないし。やめて、もうその子かわいそう。じゃあ新たなあれなんやない、バランスタイプっていうのを作ろうとしたんやない。なるほど。まあそんな感じで、はい、まあ、今回ね、考察というか似てるやつを確認したんですけど、やっぱねポジモさんさすがっすね。ルビサワの頃から厳選伊達にしてるわけじゃないっすね。次ポケモン新作ってめっちゃ先ですけど、僕たちの青春の大パがね、まあ、マジかまで迫ってるという噂が。リメイク、うん、いつかは全然分からない。うん、ね、まあ今回多分ポケモン動画終わると思う。もう終わるね、終わるんで、はい、これを目当てにフォローしてくれたやつごめんな。ほんじゃあ終わりの挨拶、ハオリノさんお願いします。バイバイ。バイ。よし、こいつ本当微妙だな。夢特性青年期かよ。何もできん。